病気から神に心を振り向けましょう。病気は人の想念感情によって発生する。私たちの想念感情はすべて具象化してある微小体を作る。それはいわば想念の素粒子のようなものである。想念の素粒子はまだビールス、ろ過性病原体ほどにも大きな結晶体にはなっていないが、その微小体は素粒子のように微小体であると同時に波動的性質を持っており、類似の波動と団結して空間を自由に渡り歩いて、それが病気の原因ともなる。一旦想念によって発生したこの微小体は団結して大きな波となり、その想念を発した人のところへ来て波長が合うがゆえに襲いかかり、その悪念波によってその人を病気にかからせ、あるいはその人の運命を押しつぶしてしまうのである。だから悪想念によって発生した微小体の集団波動は単にその人を病気にしてしまうばかりでなく、営業を不振にし計画を挫折せしめ、家運を衰退せしめることもあり得るのである。病原体たる微生物を薬剤によって滅殺することはできるけれども、その発生源であるところの不安、恐怖、憤怒、悲哀、憎悪、嫉妬、羨望等の病的な想念感情をとどめる道を講じなかったならば、中略、病原体はいくらでも姿形を変えて増えて出てくるのである。深層審判、心理第9巻178-179ページ。病的な暗示を避けましょう。潜在意識は傾向の心とも呼ばれていまして、一度暗示されますと、その暗示された観念の通りに無批判的に働いて肉体の新陳代謝を指導するのです。その潜在意識は超在意識、すなわち神の心から暗示を受けて、その通りに素直に肉体の新陳代謝を指導している時には健康な肉体を作り上げますが、五感から来る何々したら病気になるというような暗示を受けたり、悔しいとねじれ、腹が立つと高ぶり固まり、恐れて玉脳が星座の位置から外れ、恐れたり悲しいと生命の輝きを失ってしまったりしますと、潜在意識の肉体再建の指導精神が歪んでしまって不健全な肉体となって現れてくるのです。だから病のことを恐れさせる広告や文章を読んではなりません。深層審判、真理第9巻18-19ページ。神を知るならば恐れることはありません。恐怖心は全ての精神の正常な活動を麻痺してしまう働きを持っている。恐れてはならないのである。けれども単に恐れてはならないと教えられるだけで、恐怖心が去るものではない。しかし全能の神が今現に増しましてあなたを守っていられることが分かれば、あなたは決して恐れることはないのである。恐怖心を去るには常に我は神と共にあり、神に守られてあり、いかなる悪も我には近づくことができないと名目精神統一して念ずるようにすれば、それを取り去ることができる。朝目覚めた瞬間にこの言葉を念じてから起き、また就寝の際にこの言葉を念じながら熟睡に入るならば、潜在意識にある恐怖心が除かれて大変効果があるのである。深層審判、真理第2巻135-136ページ。病菌は感染しない。人間は実相において神の子であるから、その実相において病はないのである。人間は純粋に霊である。純粋に霊であるから、いかなる有害なる寄生虫もいかなる病菌も寄生することはないのである。有害なる寄生虫や病菌というものを神は実相の世界において作りたまわないのである。いやしくも生物である限り、全ての微生物は神の生命を受けているのであるから、人間を害することはできないのである。人間は神の子として万物の霊長であるから、いかなる微生物も支配することができるのであるから、微生物から人間が害を受けるということは迷いの心の現れである。迷いの心の現れである病菌は、迷いの心が精神的に感応する以外には感染することはないのである。病菌が感染するのではなく、迷いの心が感染するのである。迷いの心を真理の言葉で清めれば病気は消え去るのである。深層審判、真理第10巻94-95ページ。自己を完全なる神の子と見る。宗教は肉体を治すのではないのであって、心の傷を癒し、間違った方向にそれていた心の癖を正しきに導くのである。そうすることによって無意識の心が司っていた生理作用が癒されることになるのである。それには
自ら教えを聞き、または読みして自分の心を正しく見る方法と、他の人の祈り、または観によって自分自身の心が癒される方法とがあるのである。いずれにしても、自分またはその人を正しく完全なる神の子として見うる程度に従って、自分またはその人の心が正しくなり、肉体もまた健康になるのである。観とは心で見ることである。自己またはその人の完全なる神の子の姿を感ずる方法は、生命の実相第4巻勧行編編中、新編は第14巻第15巻に詳細に記されている。真相審判真理第8巻301-302ページ。病気をいくら追求しても健康は出てこない。ともかく、本当の自己を再発見しなければならない。本当の自己を再発見したときに、偽物のやめる自分から脱却することができるのである。不健康は偽物の様相に過ぎない。どこに不健康があるか、どこを病菌が犯しているか、そのような偽物をいくら追求しても本物は出てこない。病気をいくら追求しても健康は出てこない。健康を求めるならば生命を追求せよ。健康は生命のみから来るのであって、病気という不完全な状態を心に描いている限りは、その心の波長が不完全であるから、不完全なもののみを感受して病気を再現するに過ぎないのである。常に生命の本質は神であり、神より生まれたるものであるから、健康の他はないと念ずるようにするがよい。真相審判真理第8巻302ページ。心を神に直結せよ。病気またはその他一切の不幸から自己を解放するためには、心が病気に捉えられて病気の虜となってはならない。我々は病気を心から忘れ、病念に縛られなくなる程度に従って健康となることができるのである。次に必要なことは、病気と心の結びつきを断ち切った後には、心を神に直結することである。神とは一切のところに満ちて無形にして、しかもよく一切のものを生み出したまうた神秘なるか、すなわち大生命である。それは一切生命の根源であるから無量寿である。無量寿如来と言ってもよい。その無量寿如来の命が自分に宿って生きているのである。その命こそ本当の自分であるから、決して病むことはないと知ることである。真相審判真理第8巻303ページ。祈りの大いなる力。すべての病的な微生物を無の世界から作り出したのは想念感情であるから、病原体を征服するところの反対微生物を作るのも想念感情の浄化によって行われるのである。しかし、自分の感情の浄化というものは、汚れているその感情想念で努力してそれを清めようと思っても、それは汚れた雑巾で廊下を拭くようなもので、なかなかきれいにはならないのである。そこで人は宗教に入って祈るということを習わなければならないのである。祈るということは、凸レンズを持って太陽光線を集約すると、その光線で髪を焼くことができるのと同じように、心を一点に集中して心の凸レンズを作り、神の方へ振り向けると、普通では何ら感じられなかった普遍的な力が一箇所に集約されて、神秘的な力を受けることができるのである。真相審判真理第9巻180ページ。神を自己の想念行動に実現しよう。普通の状態では髪を焼くことのできない太陽光線がレンズで集約するとき、驚くべき熱を集めうるのと同じように、普通の状態では神の力などあるものかと思えていたのが、祈りによって神の力を受けるとき、驚くべき力を発揮することができるのである。病気を思うことをやめましょう。現象の悪を見ることをやめましょう。人を憎むこと、恨むこと、悲しむこと、恐れることをやめましょう。心の目を天にまで高く上げましょう。そして神を見ましょう。神が自分のうちに宿っていることを思い出しましょう。神の愛が自分のうちに宿っていることを思い出しましょう。それこそが本当の自分ではないか。神の愛を外にまで表出し、神の愛を実践によって表すことに努めましょう。人を悪評する代わりに人を褒めることを始めましょう。悲しむ代わりに喜び感謝することを始めましょう。真相審判真理第9巻180-181ページ。